それではここからはこちらのコーナーに行きたいと思います。題して Who's the GOAT? GOAT とは Greatest of All Time の略で、史上最高のとか歴史上最も偉大なという意味で、よくヒップホップで使われる言葉です。コーナーで、このコーナーでは毎回一組 GOAT と呼びたいアーティストをピックアップして、ヒストリーや人物像などを交えて楽曲を紹介していきます。第5回の今日取り上げる GOAT はこちら、スヌープドッグです。さあ、スヌープドッグ、先日のスーパーボウルのハーフタイムショーにも出演していましたし、世界的なスターなのでね、ご存知の方も多いと思いますけれども、どんな人なのかを簡単に紹介させていただければと思います。スヌープドッグは1971年カリフォルニア州ロングビーチ生まれのラッパーです。10代の頃にはローリング20s クリップスというギャングのメンバーとなり、刑務所の出入りを繰り返すようになります。その後、ネートドッグ、ウォーレン G と共に213というグループを結成。西海岸のトッププロデューサーであるドクター・ドレイに発掘され、ラッパーとしてのデビューを果たします。現在では通算3500万枚のアルバムを全世界で売り上げ、世界的なラップスターとして活躍しています。ざっくりとした説明にはなりますが、こんな人物です。それではそんなスヌープドッグがなぜゴートなのか、本日は掘り下げていきたいと思います。スヌープドッグがゴートである理由、一つ目、名盤ドギースタイルを作った。ドギースタイルは1993年にリリースされたスヌープドッグのデビューアルバムです。ドクター・ドレイがプロデュースを手掛けた本作は、ヒップホップのサブジャンルであった G ファンクをさらに時代の主流のサウンドへと押し上げた作品となりました。この G ファンクっていうのはですね、カリフォルニアで生まれた、ヒップホップのサブジャンルなんですけれども、ファンクの音楽をベースにですね、シンセサイザーの特徴的な旋律だったりとか、あとはゆったりとしたグルーブ、あとサビにねコーラスを使用することなどが特徴とされるサウンドのことです。今まさにね、この後ろでかかってるこの音っていうのが、G ファンクサウンドなんですけれども、ドクター・ドレイがリリースしたクロニック、そしてスヌープ・ドッグのドギースタイルなどの作品によって、1990年代、この G ファンクが大流行。1990年代前半のヒップホップを西海岸のアーティストたちが席巻することとなりました。このドギースタイルはですね、リリースから1週間で80万枚を売り上げ、堂々の1位を獲得。当時の最速で売れたアルバムとしての記録を打ち立てました。そしてですね、なんと2015年の時点までしか分からなかったんですけど、2015年時点ではこのアルバムは全世界で1100万枚の売り上げという大ヒット作となっております。それまでのね、結構ギャングスタラップというと、ハードなサウンドのものが多かったんですけれども、クロニック、そしてドギースタイルというこの2作品がですね、メロディアスでゆったりとしたサウンドの上に、このギャングスタラップのハードなライフスタイルをラップするっていう、この G ファンクのスタイルをこう確立させたと言えるんではないでしょうか。余談にはなりますが、宇多田ヒカルさんもですね、最近のインタビューで子供の頃にクロニックとドギースタイルが好きでよく聴いていたって話していたぐらいでですね、このアルバムの影響力たるや計り知れないものがあるなと思いました。そんな、スヌープがゴートである理由、一つ目でございました。それではお次、スヌープがゴートである理由、二つ目、常に変化し続けるスタイル。93年のソロデビューから30年近く経った今も一線でラップし続けるスヌープドッグ、やはり変化し続けてきたからこそトップに君臨してこられたんだと思います。スヌープドッグはスタイルも変化していますが、名前も何回も変わっているので、それも含めて振り返ってみたいと思います。まずはスヌープドギードッグ時代というのがありました。デビューした頃ですね、スヌープドッグではなくてスヌープドギードッグだったんですね。で、この頃は結構ですね、冷徹なギャングスターというイメージでですね、なんかインタビューなんかでもあまり多くは語らず、かなり寡黙な人でしたね。で、物静かなんだけど、本当になんか切れると何するかわかんないなみたいな怖さがあったんですよ。で、クリップスというギャング出身というのもあって、なんかラップする本物のワル出てきたぜっていうのがこの時代ですね。そしてお次がラップスタースヌープドッグ時代。これ僕が勝手に呼んでるだけなんですけれども、この頃にはですね、名前スヌープドッグになっております。もちろんこの頃もね、ギャング出身のラッパーというのは前面に押し出してるんですけれども、もう少しね、一般の人でもこうとっつきやすいイメージに変わっていたと思います。ジャスティン・ティンバレイクをこうフィーチャリングに迎えたりだとかですね、ケイティ・ペリーと一緒に曲を作ったりしてたので、この辺りのスヌープ、カリフォルニアガールズとかで知ってる人も多いんではないでしょうか。そしてですね、この結構メインストリームに行ったスヌープドッグ時代から、お次がスヌープライオン時代。
これがですね、まあ、突然スヌープドッグ目覚めちゃうんですね。で、スピリチュアルに目覚めちゃってですね、レゲエアーティストになることを突然宣言するんですよ。で、名前もスヌープドッグからスヌープライオンに改名してですね、リインカーネーテッド、まあ、生まれ変わりって意味ですね。リインカーネーテッドっていう名前のアルバムもレゲエアルバムとしてリリースしました。実際にですね、スヌープがジャマイカまで儀式を受けに行ってですね、レゲエアーティストに変わっていく様子なんかも収めたロードトゥーライオンというドキュメンタリー映画があるので、気になる方、ぜひね、こちらご覧になっていただければと思います。そしてお次がスヌープジラ時代ですね。もうこのあたりからは何でもありですね。これはですね、スヌープとゴジラを、くっつけてスヌープジラってことらしいんですけれど、今聞いてもまあ言いにくい名前ですし、結構この解明に関してはみんなもうハテナでついていけてない状態で、この時代はですね、結構思いっきりのファン、G ファンクっていうよりももうもろなファンクサウンドで、なんかラップしてるっていうよりもメロディー歌ってるみたいな曲が多い印象でしたね。まあ、この頃は結構ですね、スヌープコロコロ名前変えるし、なんかレゲエアーティストになってみたり、スヌープジラになったり、一体何してんだみたいな感じで、でもなんかお茶目なキャラってそれが許されてるみたいな時代だったんですけれども、現在また、スヌープドッグ時代に戻ってきたという感じですね。また原点回帰という感じで西海岸スタイルのギャングスタラップを披露しております。先日リリースされたばっかりの BODR というアルバムも素晴らしかったので、ぜひぜひ聴いてみてください。こちらがスヌープがゴートである理由2つ目でした。では続いて3つ目、お茶の間に愛されるキャラ。まあ、スヌープドッグといえばですね、ラッパーとしてもすごいんですけれども、もうタレントとしても引っ張りだこの愛されキャラなんですね。スヌープドッグ本当にね、なんか自分が気が向いたこと何でもやっちゃうなってこう言われてたりするんですよ。で、かなりマルチな人なんですけれども、彼のやってることいくつか紹介させていただければと思います。まずスヌープドッグ料理番組やってます。しかもゲストとかじゃなくて司会ですね。マーサ・スチュワートさんっていうね、有名なライフコーディネーターの方と一緒にマーサ&スヌープズポットラックディナーパーティーという番組をやっております。日本で言ったら平野レミさんとラッパーが料理番組やってるみたいな感じなんで、かなりすごいことですよね。そして先ほどね、ツイッターのコメントでもいただきましたけれども、料理本も出しております。スヌープドッグのお料理教室という名前でつい先日日本語版が出版されたので、気になる方ぜひね Amazon でポチってみてください。さらにスヌープおじさんですね、テレビでも引っ張りだこでございます。 CM だったらペプシコーラ、バーガーキング、自動車保険とありとあらゆるコマーシャルに出演してます。さらにアメリカの人気アニメファミリーガイにもスヌープドッグ本人役として出演。人気の海外ドラマロー&オーダーでもバンクス役として出演しております。あとはね、映画とかもトレーニングデーとかいろいろ出てるんで、ぜひぜひね、役者としても彼チェックしてみてください。もうラッパーの域を超えた活動をしてますよね。まあそれだけね、年齢など超えて幅広い人たちに愛されている証拠だと思います。それでは続いて4つ目いってみたいと思います。少年フットボールリーグを作った。大のスポーツファンとしても知られるスヌープドッグは2005年にスヌープユースフットボールリーグと呼ばれる少年のためのフットボールリーグを設立しました。人種や経済的状況に関係なく、子供たちがフットボールを通してスポーツマンシップ、チームワークや個性、誠実さを身につける場を提供しているそうです。現在スヌープドッグのフットボールリーグには50チーム、1500人の選手、そして75人のチアリーダーが所属しているそうです。治安の悪い町に住む子供たちにスポーツに打ち込む機会を与え、ギャングに入る以外の選択肢を与えることが目標だそうです。このフットボールリーグについてはネットフリックスでコーチスヌープというドキュメンタリー映画、今も配信されております。気になる方はぜひこちらご覧になってみてください。すごいですよね。もうなんかこのコーチスヌープとスヌープライオンの時のもう2本ドキュメンタリー出てるラッパーなんてなかなかいないですから、それだけでもすごいんじゃないかなと思います。ではお次で最後のトピックになります。スヌープドッグがゴートである理由5つ目、デスローを買収した。こちら比較的最近なニュースなんですけれども、デスローというのは西海岸の伝説的なレコードレーベルだったんですね。で、スヌープの師匠でもあるドクタードレイとシュグナイトという人が作ったレーベルで、まあ、前世紀にはドクタードレイ、スヌープドッグ、トゥーパックをはじめとするアーティストが所属していて、まあ90年代のですね、まあ、西海岸最強のレーベルだったんですね。
で、もちろん先ほど紹介したスヌープのファーストアルバムもこのレーベルからリリースされていて、まあ、デスローなしにスヌープのキャリアなかったって言えるんですけれども、まあ、そんな伝説的なレーベルなんですが、まあ、トゥーパクが亡くなってしまったりですね、社長のシュグナイトが、まあ、すごい問題のある人で刑務所に入っちゃったりだとかですね、ドクタードレとスヌープドッグがレーベルを抜けたりなんかもしまして、2006年には倒産していたんですよ。そんな過去の伝説となっていたレーベルをなんと2022年の2月ハーフタイムショーの直前にスヌープドッグが買い取ったことを発表。15年以上の時を経てスヌープが復活させることになったんですね。そして見事最新アルバム BODR をデスローからリリース。これは、Back on Death Row の略でデスローに帰ってきたぜという意味のタイトルなんですね。まあね、このねレーベル立ち上げたことによって当時対立関係にあったニューヨークのバッドボーイレコーズとのコラボアルバムとかですね、 NFT を取り入れたレーベルの運営なんかいろいろたくさん新しいことを考えているようなので、今後もスヌープが社長となった新生デスローから目が離せません。以上、スヌープドッグがゴートである理由でした。最近知った人はですね、なんかお茶目のおじさんっていうイメージかもしれませんけれども、この人の偉大さ知ってもらえたでしょうか。それではお次はスヌープドッグのデビューアルバムからまさに自己紹介的な楽曲をお送りします。それではお聴きください。スヌープドッグで Who am I? What's my name?